今から朝食ですね。いただきます。でこれからご飯とかね、出てきたりとか。でこれが、ね、朝食です。朝食ということで、今これ魚焼いてます。鮭とあとは、カレーですね。結構いい香り、香ばしい香りが漂ってきます。であとは味噌汁もこれあったかいようにね、まあ、飲めるようにということでこの焼いてます。これもなんかいいよね、この器もね。で、これは感じです。漬物とか酢の物、もずくですね。あとは煮物とかあります。あと温泉卵、あと能登のミルクの飲むヨーグルトです。ちりめん、まあ、この感じで海の景色をね、見ながらということで、朝食です。すごい美味しいですね、夕食でということで。うん、漬物も美味しい。魚今焼いてるんですけど、かなり香ばしい味です。あとは味噌汁もね、今沸いてきたので、これもね、ご飯が進む。海が綺麗ですね。こんな感じでこの景色がたまらないです。今日晴れてよかったです。昨日雨降って、今日もなんか雨の予報だったんですけどね、まあ、こんな感じで晴れていてよかったですね。虹までかかってましたからね、このところね。で今清水月間の特選会ですけど、まあ、部屋はこんな感じ。そっちが寝室で、ここ今食事とってます。3部屋ですね。そっちが十字状の部屋です。今